今回、ワールドカップ直前企画ということですね、週刊プレイボーイと松井大輔のチャンネルでコラボということで、スペシャルゲスト遠藤航選手です。お願いします。まあ、僕は遠藤選手と対戦したことありますね。はい、はい、僕は多分ベルマーレの時に一回対戦してて、すごい嫌な選手いるなってずっともう本当に嫌だなって思いながらプレーしてたのを覚えてるんですけど、なんかもうそれがまあでも褒めの言葉ですよね、一番ね、選手としての、うん、そうですね、はい、中盤ですごくパスもうまいし体当てんのも痛いからっていうのをずっと見てましたね。そしてあの時のベルマーレがすごく強くて、はい、なかなかボール取れなかったっていうのと、ウェリントンがいて、もうやりにくかったなっていう思い出しかないですけど、遠藤選手はありますか？やっぱワールドカップのイメージがあるんで、南アの、うん、まあ、でもすごいその対戦してて、もちろんそのテクニックすごいあるけど、なんでこの人こんなに走れるんだろうみたいななんかその当時って結構上手い選手はいっぱいいたけど、なんていうんですかね、あんま走れない人がいたりとか、まあ、そのテクニック、俺は上手いテクニックだからこうどっちかというとゲーム作るみたいな人ってなんか結構印象がその当時あるんですけど、やっぱその何の時とかはその上手くて、まあ、当時はそういうサッカー、代表がそういうサッカーだったのももちろんあると思いますけど、それだけあれだけ走って戦えて、うん、なんかこう違い作れるのすごいなって思いながら見させてもらってましたね。1試合目ドイツじゃないですか、この選手ちょっと要注意だなっていう選手いますか？最近で言うと本当他の国 の、 そのコスタリカとかあとスペインはどういう風に見てますか？ドイツとスペインに注目されがちなんですけど、コスタリカも本当にいいチームだと思いますし、っていう意味ではすごく難しい試合になるっていう風に個人的には予想してるんで、